に入るのは初めてだな。保険がなければ歩き回ったりできないぞ。下がった方がいい。じゃなきゃ保険が必要になるのはそっちだ。いや、おい、分かったよ。ただ保険料は今支払われたって言おうとしたんだ。いいか。まあタイムアウトだ。初めてこの門を通ったやつは客だ。ゆすりはやめるんだな。何を気にしてる。こいつは仲間じゃないだろう。市長に対する愛はないのか、フィン。市長が通せと言っているのだ。甘いぞ、ハンコック。よそ者を通し続けていたら、いつか新しい市長が立つことになるぞ。おい、話しているのはこっちのことか。では、言わせてもらおうか。どこかに行ってそう言ってみたらどうだ。悲しませやがって。フィンのやつを撃退したのはわかるが、市長ってのはやらなきゃならないこともあるんだ。大丈夫か。グールなのか。そうだ、顔が気に入ったか。セクシーでゾンビの王者みたいな見かけになってると思うぞ。女性受けはいいんだ。聞け、俺みたいな放射能の化け物はこの辺にうようよいる。だから次はそういう質問をオブラートにくるみたくなるかもな。グッドネイバーは人民による人民のための場所だ。わかるか。誰でも歓迎される。無政府主義みたいな響きだ。最高の無政府主義だ。信じてみろ。そうすればいつかこの混沌の切れ端をふるさとと呼べるようになるぞ。誰が責任を負っているか覚えている限りな。他に時間つぶしはあるだろう。グッドネイバーの新しいプレイヤーさんね。こんにちは、小さなポーンさん。楽しいゲームにようこそ。気をつけろ。気をつけろ。チェスをしたことはある？私には関係ないよ。時としてゲームを続けるためには駒を犠牲にする必要。なあ、 BOS が誰であれ平和のために来たとかいう戯言を聞くつもりはないぞ。おい。いや、 BOS はグッドネイバーに近寄らない方がいい。それだけだ。あら、新顔さんがお店に来てくれたんだね。叫び出したりしないし、とっても礼儀正しい。好きなものがあったら教えてね。みんな自分を見て悲鳴を上げるって言ったか。そうだよ。新しく来る人にはグールを見たことがない人もいるからね。ほら、優しそうな顔ができないし。で、何か必要なの？あのさ、グールになるってどんな感じ？そうだね。いつもいつもそういうことを聞かれるのはかなり嫌だけど、責めるわけにもいかないからね。いいことだと、220歳にしては外見がかなりいいことかな。さて、何か買ってゆく。また220歳なのか。わかったわかった。270歳の可能性は高いけど、みんなに喋ったりしないでね。グールでいるっていうことは長生きするっていうことなの。誕生日を数えるのなんてやめちゃうよ。こんな年まで生きるってどんな感じかわかる？どんな感じ？そうだね、タイムスリップするような感じかな。自分と
この辺りを走り回っていた20代との間に何百年も隔たりがあるの。これでどんな感じが分かったんじゃない？もちろん分かるよ。今度はからかい始めるんだね。同じくらいの年ってことなら戦争の前からこの辺りにいたんだね。そんなら聞いてみようじゃない。戦争の前はどんな世界だったか教えて。そんなに年を取っているなら。綺麗な家があった。白い柵とこれまで見た中で一番濃い緑の芝生と。あれはそうだったのね。ごめんなさい。泣いている年老いた女性なんて一番見たくないものだよね。今まで見た中で一番保存状態がいいグールね。それともグッドネイバーで2番目のホラ吹きなのかな。それでそっちは何を覚えてるんだ、過去について。ああ、その頃は怒った若い女だったよ。世界は病んでいて自分は正当に評価されてないって思ってた。それから全てが終わって自分もある意味終わったのね。グールになってこのぐらいの年になると何もかも運命だったって思えるかもしれない。何にせよそっちの話の方が好きだな。本当でも嘘でも本当のことだよ全部。ねえ、まだだったらレクトフォードホテルをチェックアウトしてきた方がいいよ。戦前のグールがもう一人この辺りをうろついているんだから。さて仕事に戻ろうか。何を探してるの？仕事はある？あるよ。実はスーパーミュータントが昔のボストン公共図書館を乗っ取ったの。まだ女の子で人間だった時からあの場所にはいい思い出がたくさんあったのに。あの見苦しい生き物を撃退してくれたら200キャップ払うよ。図書館についてもっと何か聞けないか？戦前の建物には大抵自動セキュリティがついてる。ロボットとかタレットとかたくさんのコンピューターも。仕事を受けてくれるといいんだけど。信じないかもしれないけど恥ずかしがり屋の子供だったんだ。本は一番の友達みたいなものだったよ。取引成立だデイジー。ありがとう。ねえ、そこに行くことがあったらこの本を代わりに返してくれない？図書館の本なの。どれくらい延滞してるかは聞かないでね。これは開けられない。ねえ、すぐ戻るね。失礼します。パブリックオーカレンシズのパイパーライトです。グッドネイバーを最近本当に仕切っているのは誰なんですか？誰がこの怪しげな避難所を管理しているんですか？目の前にあるじゃないか。じゃあ権利を売るからさ、100キャップだ。いや待て、50だ。10は？ありがとう。でもパスしとこうかな。さあいらっしゃい。ここにあるものを使えば
思い通りに怪我をさせたり重傷を負わせたり殺したりできるって保証するよ。私以外ね。誰だ？何なんだ？女だよ、お客さん。わからない？まあ、もちろんそうだ。ただ、金属板でできてるだけで、ロボットなんだろ？とても女らしいロボット。名称、アサルトロン。現代人に様々なセキュリティ関連のタスクを提供するために設計されてる。実行時の結論。自分のために働けるのになぜ人間のために働くのか。新たな名称 KLEO クレオ。完全に独立した小規模事業主。そっちにとってはロボットで十分なんだ。話上手さん。さて何を買っていく？アサルトロンなのか。作ったやつからはそう呼ばれてる。でもこっちにとって重要なのは女だってことだ。あと、とてもでかい銃を売ってる店を経営してるってことだね。それで何にする？で、どんな種類の武器があるんだ？人を殺せるものなら何でも売ってるよ。自殺の危険があるうつ病は除く。残念だけど、これは包んで売れないからね。さて、取引するの？ざっと見る時間はある。装備を整えていきなよ、殺し屋さん。すみません。さて、若い頃は変なものをたくさん見たな。飛行船？わお。いや。ボルトスーツ？いいわね。
始めるぞ。その女友達、パブリックオカレンシズを書いた女だろう。いいことだ。調査に基づく優れたジャーナリズムはいつでも歓迎したもんだ。なあ、よそには合わない変人がもう一人来たみたいだな。何？気持ちよくなるものが必要なの？ブレッド・アレン、レックスフォードホテルの。彼がいいわ。すみません。ボルトスーツか？古臭い。いや。かっこいいピップボーイね、お兄さん。売らずに置きなさいよ。